マッコイ・タイナーはアメリカ合衆国のジャズピアニスト。ジョン・コルトレーンのレギュラーカルテットでの活動やバンドリーダーとしての活動で広く知られる。ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。母の勧めで13歳の時にピアノを始める。地元ジャズクラブのハウスピアニストとして演奏し、来訪する多くのアーティストと共演した。その後、近所にバド・パウエルが引っ越してきて大きな影響を受けた。1955年にジョン・コルトレーンと出会い、1960年にコルトレーンのバンドに加入した。ジミー・ギャリソンやエルヴィン・ジョーンズと共にコルトレーンを支え、コルトレーン、バラード、至上の愛、アセンションなど多くの作品に参加。また、1962年にはバンドリーダーとしてインパルスレコードと契約し、初のリーダーアルバム、インセプションを発表した。しかし、コルトレーンがフリージャズに傾倒するのをよく思わず、1965年12月にたもとを分かつ。1967年、ブルーノートと契約し、ザリアル・マッコイなどのリーダーアルバムを発表した。ブルーノートからの2作目、テンダー、モーメンツは、他界したコルトレーンに捧げた曲、モード・トゥ・ジョンを収録している。1971年後半には、ソニー・フォーチュン、カルビン・ヒル、アル・ムザーンを従えた、レギュラーカルテットを編成し、同年マイルストーンレコードに移籍した。1972年10月末には来日公演を行い、この折にソロアルバム、エコーズ・オブ・ア・フレンドを録音した。マッコイがリーダーとして残したライブアルバムの傑作は1970年代に集中しており、エンライトメント、アトランティス、ザ・グリーティングス、パッション・ダンスなどが挙げられる。ザ・ターニング・ポイントで第35回グラミー賞を受賞した。バーブレコードから発表したジャーニーにはダイアン・リーブスが参加した。2020年3月6日、ニュージャージー州の自宅で死去。81歳没。ありがとうございます。